レコーディングは順調ですか？まあまあ順調ですよ。本当ですか、うん、なかなかいい感じに進んでる。そうですか。はい。あ、ですね、まあまあとりあえずで、なんかあります？いや、あの全体入って聞いた感じで、はい、なんかおしゃれな、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ落としていいですかね？そうですね、はい、あのスタンバイだけ、はい、はい、今日は誰曲？今日は陣君曲です、ね、陣ちゃんの。これは続々とかなり長期間のレコーディングなんですけども、うん、なるほど。間にライブとか挟みつつやってますね、うん。なんか、あれ、今って片方に振ってくれた感じですかね。なんか、さっきからフェーズしてるというか。なんか接触かわかんないですけど、なんか位相が変な感じが。コンバット作ってもらった。これでも言っても結構前ですけどね。ザナドゥの時ありましたしね。あ、そっか。PV で使いましたもんね。そうだそうだ。今レコーディングだからこうちょっと固定して、うん、テープ巻いちゃいますけど、今回も、まあ、大体この子ですね。レコーディングは？レコーディング。なんかこだわりとかあるの？作ってもらうには。俺手がちっちゃいんですよ。すごい。うん、多分俺女の子ぐらいしか手がないんで、うん、こう。届くようにかなりこう削って角度つけてもらったりとか、うん、なるほどね。ネックめっちゃ多分これ普通の5弦ベースより細いんですよ、ネック。ほんとね、手がちっちゃいのがもう昔から悩みで、うん、まあそれをこう解消するじゃないですけど、うん、ちょっと弾きやすいように、まあ この茶色い部分ですかね、うん、ここの角度だいぶ削ってもらったり。へ、この太さ自体も普通の5弦ベースより、うん、そうなんだ、だいぶ細いんですこれ。へ、僕手は割と、なんていうんですか、あんた手結構でかいですよ、ルイちゃん。あ、本当にちっちゃいよ、ちっちゃいね。電源だけ気をつけてほしいな、うん、あ、そこね、うん、下段一緒。え、下段一緒、下段一緒買ったんだ。はぁ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 。へいへい、これ中に素材が入ってる。うん、ウィドルな風の靴、風の靴、風の靴。最初の時、ドドドドパドドドパドドのがドーツパドドでした。カラピッキングでやつ、めっちゃ難しいけどね、これ。これ弾けんのかな、これ立ってって思ったの。座ってないと弾けねえんじゃねえ、これ。俺パーティーのイントロ弾けないよ。あ、スラップのやつ。クソ難しい、クソ早い。上切って、ただ切ってます。はい、はい。じんちゃん、適当に叩いて。あ、合わせて。うん。クリックで。あ。Thank you.
ってきたら大丈夫です。ベースも大丈夫です、ドラムは大丈夫です。これさ、あのダダ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 ってあるじゃん、るーちゃんどう弾いてる？2個で、2個で、で、あと最後さ、止める？んか、ダーってやるか、止めちゃっていいんじゃない？じゃあ、ダーン弾くってこと？じゃってやった方がいいですよ。ちょっとボリューム上がってる。頭何個でやっけんの？お願いします。お願いします。お願いします。キッコッコッコシャン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 ダダって感じ？シャン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 なしでキッコッコッコキッコッコッコダダ。まあそんなこんなでとりあえずまあ、これまあ仮タイトルは言っていいんですかこれ？いいんじゃない？オーメンですか？うん、オーメン仮タイトル、オーメン。
なんで曲になるんだよ。まあこれとりあえず完成ということで、なぜオーメンなんでしょうね。なんだろうね。アーメンと。じゃあ作曲者が飛びますんで、3、2、1。そしてマナブもね、これ話したら話したらマナブが飛ばすよ。分かんないけど試しにと試しますね。3、2、1。そんな感じで一曲完成です。はい、ありがとうございました。ました。押すなよ、押すなよ。